アイテム番号 SCP-348JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-348JP はサイト8141に存在する収容室に収容してください。収容室のドアは外側からロックし、内側からは開かないようにしてください。この収容室は一つの空間にトイレや洗面所、キッチンを含み SCP-348JP がその中のみで生活できるようになっています。 SCP-348JP の特異性のため、扉を持つ家具、クローゼットなどお腹に入れないようにしてください。警備員1名が監視カメラを通じてこの部屋を監視し、異常が観測された場合は即座に担当者に連絡してください。説明。 SCP-348JP はサイで身長100センチ、体重キログラムの日本人女性です。 SCP-348JP はその出生や身体に関しては特異性を持たず、実際にサイになるまで異常性は発露しませんでした。 SCP-348JP がドアを開けるとき、例外なくドアの先は SCP-348JP-1 につながります。この場合の、ドア、は2つの空間を遮る、開閉することのできる板状の物質で、SCP-348JP が通り抜けられる大きさのものを指します。そのため、例えば SCP-348JP が壁を破壊し、出入り口を作った場合などは、SCP-348JP-1 につながりません。SCP-348JP 以外の人間がドアを開け、SCP-348JP が通り抜けた場合は異常性は起こらず、通常通りに SCP-348JP は出入りを行うことができます。またドアの逆側の空間から観測した場合は SCP-348JP-1 は確認されず、通常通り向こう側の空間へと通じます。SCP-348JP-1 内部へ侵入する物体をドアの逆側から観測した場合、断面が見えるわけではなく、ピンク色の面として観測されます。SCP-348JP-1 は、小劇場のような空間です。床の一部が段上げされており、その周りの地面には直径10センチメートルから50センチメートルのサイズの球体が置かれています。これらの球体は不規則に点滅しています。球体の組成はそれぞれ異なっており、人体とよく似た成分で構成されているものも複数存在します。現在この弾は11、21、32、50、67個存在しています。この球体が光る原理に関しては未だに不明です。また、直径2メートル20センチの球体が天井から吊るされています。この球体は未知の物質で構成されており、緩やかに拍動しています。SCP-348JP-1 には扉が存在せず、壁の破壊にも成功していないため外部の空間がどうなっているかは分かっていません。SCP-348JP-1 内には照明も存在しますが、どこから電力が供給されているのかも分かっていません。SCP-348JP-1 内部に生き物を含む物質、以下被検体とする、が持ち込まれると、被検体の中心に原因不明の重力が発生します。その影響は被検体のみに限られ、被検体の体外では重力の歪みなどは検出されません。この重力の強さは SCP-348JP-1 内部にいる時間に比例し、人間の場合は約2分15秒の段階から不快感を感じるようになります。SCP-348JP-1 に侵入してから5分以上経過するとほとんどの人間は死亡しますが、重力が弱まることはありません。侵入から10分ほど経った段階で被検体は心臓を中心に球状の物体へと作り変えられます。完成した球体の表面は非常に滑らかで、その色は被検体に依存することが分かっています。
この過程が完了すると同時に被検体は発光する特性も同時に獲得します。この過程の最中で SCP-348JP 一外へ脱出すると重力はなくなりますが、破損した組織が元に戻ることはありません。この過程の間、吊るされた球体の拍動が激しくなっていることが判明しています。SCP-348JP は収容以前より、エージェントとして財団で勤務しており、2000年、月、日、にサイト、8141で勤務中に突如異常性が発露しました。きっかけに関しては SCP-348JP は心当たりがないとしていますが、SCP-348JP-1 に関しては、懐かしく、誰かが向こうで待っているような気がする、と述べています。現在、SCP-348JP の関係者やかつて住んでいた土地などを通じて SCP-348JP-1 の起源についての調査が行われています。ポイ1。SCP-348JP が異常性を発露し収容された日の夜、収容室の扉の隙間から1枚のメモが差し込まれているのが発見されました。収容室前の監視カメラにはメモを差し込んだものは映っておらず、SCP-348JP-1 から差し込まれたと推測されます。これ以降 SCP-348JP-1 からの働きかけは観測されていませんが、 SCP-348JP-1 が外部に影響を与えられる可能性は未だ残っています。監視を怠らないようにしてください。メモの内容は以下の通りです。とても大切な君のために、お星様を集めて待っています。どうか見に来てくださいね。きっと君と一緒なら、世界中がきらめき出す。君と、いつかの約束を。ポイ2。当初11個であった球体の増殖が確認されています。増殖した球体のいくつかは人間と似た組成をとっており、財団の把握外において人間が SCP-348JP-1 内に侵入したものと思われます。このことから、SCP-348JP 以外に SCP-348JP-1 が外部と通じる経路を持つ可能性が非常に高いと推測され、引き続き調査が行われています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。